いじゃない。これでもない。これでもない。惜しいけど却下。論外。悪くないが、もう少し。もう少し踏み込んで。却下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 。このパターンの派生形を数千通り検討。仮確定。別パターンとの弁証法的な統合。四次元ダイナミクス上での仮想検証。修正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 。これです。
じゃないですか。私が選んで始めたことなんです。私にしかできないから、他にどんな方法もありえないからこそ千の陽炎を組み立てたんです。Thank you.
その実弾をお渡しする代わりにしかと頂戴しました。これがあれば私は千の陽炎がどうなってもなんとか自分を保てると思うので。凛巨漢、一つ謝らせてください。出会ったばかりの頃、エリゼ先輩から聞いていたとはいえ、巨漢のことはどこか駒として見定めていた自分がいました。旧国の若き英雄、灰色の騎士、その出生と最小閣下との関係も含め計算してしまっていたんです。はい、2ヶ月前の演習地の夜の時点ですでになっていたと思いますが、あの時の言葉が今どうしようもなく実感できてしまう自分がいる。千の陽炎が始まる前夜なのに、不思議とそれほど怖くないんです。ですからありがとうございました。それから本当に申し訳ありません。
くん。共感の時間をあまり奪うわけにはいかないと思いまして、ちょうど宴の終わり、これから約束もされてるのでしょ。その方と共感との逢瀬を想像しつつ、泣き濡れながら眠りにつきますから。それで約束されたのはアリサさん、それとも他の先輩方、それとも永遠教官やサラさん、はっ、まさかユーナさんやエリゼ先輩だったりとか。リーン教官、あの、こうして一目見られただけでも十分ですので。教官